ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。さあ、鮎川誠さんをお迎えしております。こんにちは。はい、こんにちは。久しぶりにまた福岡に戻ってきてくださいましたね。はい、もういつも帰ってきてるよで、いわゆるこの2019年からの40年前ということで、まあ、年明けのその YMO の特番もありましたけれども、そうですね、まさにこの1979年、ちょうど40年前ですよね、ええ、で、まあ、シーン&ロケッツも、40周年ということにも去年なりましたし、はい、でその1979年に作ったアルバムがその真空パック、真空パックになるわけですよね。そうですね。でアルファレコードからということになりますので、ええ、YMO も2枚目のソリッドステートサバイバーが79年。そうです。あの真空パックが10月に出て、あ、9月にソリッドステートサバイバーがリリースされて、それから本当に1ヶ月置いて、ずっとね、あのレコーディングもあのだいたいちょうど40年前の3月ぐらいにもう YMO はレコーディングスタート したんやねもう本当ならね、40年前やけもう忘れ去っとる話なんだけど、あの某 NHK がさ、ソリッドステートサバイバーのマルチテープをわざわざスタジオで、あの本格的なサウンドシティっていうスタジオであの再現したんよ。で番組がねお正月に放送されて、で僕もあのなんか当時のことを思い出して喋ってほしいって言って話が来た時にね、やったーと思ってさでいろいろ話したり、いろいろその番組の中で思い出すこともいっぱいあったり、初めて知ったこともいっぱいあったり、あのそんな感じやったね。で俺はあの一番、あ、テレビ出るなら、でギターを弾いてくれちゅうんよ。そのそれけん、あ、ギター弾くなら、あの時のことはもうギターから考え出すとすごい覚えとることはいっぱいあって、ちょうどシーン&ロケッツはその前の年にデビューして、まだデビューしたのは11月の23日に初めて音をお客さんの前で出して、シーナもその時初めてお客さんの前で歌って、それがエルビス・コステロの初めての来日の日本ツアー、全部全6カ所をシーン&ロケッツがオープニングアクトやって、でその時に幸宏さんが東京の会場に結構前の方に2、3列目におってね、で演奏中よ、もう俺たちもう頭もとんがっとうわけよあの博多から来とるし、なん東京にはロックが足らんじゃんとか言うてさ、もうあのこんな感じでしよったら、久保田誠と幸宏とサンディと座って、もうやりにくいとか思ってさはいはいはい、かっこつけられんやんとか、もうじゃあステージから見てもすぐ分かるよとこに座って、あ、すぐ分かるし相川くんとか言ってから夜はい、はい、でも嬉しいのはね、僕は祖源高橋幸宏、今は祖源呼び捨てさせてもらいよるけれども、サンハウスであのサディスティックミカバンドが宮殿体育館で2回ぐらいやったかな。それと長崎も一緒にツアー行ったことあるけど、あのそんなに慣れ慣れしく幸宏とか呼ぶような仲じゃなくて、もうすごいバンドやったし、俺たちはロキシーミュージックやらね、新しい、あの頃は新しかったけど、そういうバンドの作るサウンドもすごい勉強になって憧れのバンドやったんよ。古いバンドはローリングストーンズやらドアーズやらビートルズやらいっぱいあるけど、ニューウェーブっていうか僕らにとってのその時代のそのロキシーミュージックと一緒にイギリスツアーに回ったし、何よりもあの須崎のパワーハウスで黒船っていうミカバンドのあのすごいいいアルバムやったし、そんなもうすごいバンドと一緒にやれた、そんな中で
俺んことを覚えとってくれたっちゅうのがもう感激やったし、さらに楽屋に来てくれたんよ終わって。ほうホステルの後、うん、ほいでちょっと話してお茶でも飲み行こうよっちゅうて、会場のすぐ横にある喫茶店に行って、高橋ひろとサンディ久保田真子といろいろで俺たちのことを気に入ってくれたんよね。あのいいことしよるちゅうんよ。でそういうの自分たちも好きちゅう感じで、で嬉しいねっちゅうて、あのやっとパンクロックとかニューウェーブちゅう言葉が誕生したか、少なくとも日本ではそんな当てはまるバンドはまだおらんやったろうけど、うんうん、俺たちはねモダンラバーズやらさ、ジョナサン・リッチマンもジョニー・サンダースもラモンズはもうセカンドアルバムがもうロケット・トゥ・ロシアが出たんだよね。でラモンズが僕らにとってはやっぱり一番衝撃やったね。あの今までの作り方と全然違う、ギターに執着してないっていうか、こうもうドーンと行くだけよ。ワン・ツー・スリー・フォー・バーン。もうそれってとても痛快なことやったし、ダムドやらイギーポップの曲をダムドがカバーしたりとか、ニューウェブの世界はもうすごい面白いこと、うん、もうバンバンありよって、それがねジュークレコードにこうちゃんのとこに、こうちゃんは自分であの問屋さんから買うんやなくて直接イギリスの、あのバイヤー、あセラーかね、売る方やけ、うん、からもうあのリストを送ってもらって、これを5枚で、ジョニー・キッズ&パイレーツ中ビートルズよりも古いバンド、もうそういうのがあの根源にあるわけ、イギリスのブリティッシュビートのお手本みたいに、シャドウズとパイレーツやね。やっぱりあのエレキで始まったイギリスのビートは、ハンク・マービン中ギタリストの弾き方をジョージ・ハリスンとかも一生懸命覚えたりとか、それから先輩にあたるローリングストーンズやビートルズの先輩のバンドがパイレーツがまた復活したり、そういうのは全部ジュークレコードから一緒に注文した時に、あのちょっと古くなっとるけれど新聞をあの一緒に入ってくる、そのメロディーメーカーとミュージックエクスプレス中新聞をこうちゃんから読ませてもろうて、まあ英語のつまみ読みやけど、ジョナサン・リッチマンとか面白いやつがボストンから出てきたとか、でそういうのを僕らはロケッツ作った時に同じやんちゅう気持ちやったんよ。マネージャーじゃなくて始まりが一緒だと、ストーンズやらから出会ってストリートでロックやるようなエレキをもうフルでバーンとやるみたいな、そういうところをユキヒロさんたちが感じてくれて、そんで相川君って言ってシーナッチも軽く呼んでくれて、細野さんにぜひ紹介したいち、もうその時にコステロの日にそういうことを言うてくれたんよ。それが全ての始まりやったんやね。それが僕たちはデビューした最初のツアーですごい人と縁あって出会って、まあそれは博多のサンハウスやら全部それまでがあるから出会っ、うん、あの起こったことやから、うんうんうん、全部自分らから始まったとは思わんけれども、うん、ただその日の出来事っていうのはもう3日後ぐらいに僕らレコーディングに入ったシャープワンチ後にタイトルをつけたけど、はい、でレコーディングしよるところに電話があって、あの会いに来てほしいっていう電話があって、そして YMO もあの初めてのお披露目コンサートが紀伊国屋ホールで会ってて、それで会いに行こうっちゅうて細野さんちゅうたらさ、もうさらにあのもう俺たちはハッピーエンドもそうやけど、はいはい、エイプリルフール小坂ちゅうとね、うん、そういう音楽をもう本当にそういうけん先達っちゅうか、もう先駆けの人やし、うんうん、いつも新しいことにアンテナ張って、うんうん、その情報だけじゃなくてプレイがすごいわけ、もう
天才よ、やっぱ、うん、作る曲もすごいし弾くベースもすごい。その細野さんに会えるっていうことがもうドキドキしながら紀ノ国屋ホールに行ったのが次の始まりよね。じゃあまあ最初はその78年の11月のコステロのまあツアーの前座に生きろさんとか真子さんとか久保田さんとか来てた、うん、でその後声をかけてもらった、うん、で細野さんに紹介したいよという。じゃあまさに本当にそのアルファレコードはもうちょっとそういうニューウェーブなものをこうどん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 出していこうみたいな空気感がやっぱりあったんですね。多分ね、アルファレコードもそういうきあの心を持ったレコード会社やったけど、それはあのアルファにおいでみたいな、アルファで作ろうよっていう細野さんの一存やったと思う。アルファレコードは細野さんに好きにしていいよと、うん、あのもうすごいあれを自由にさせよったんやろ。それで坂本龍一幸宏とあのそういう構想を細野さんが伝えて、まだ手探り状態よね。1枚目がねもう出とったんよね。はい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 、ワイモノですね。うん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 、でパッパッパンパパンパパンパンパン、ファイヤークラッカー。うん、ファイヤークラッカー。で後で知ることやけれども、うん、マーティン・デニー中あの、うん、ハワイでなんちゅうモンドミュージック、途中ねコンピューターが流行りだしてからモンドミュージックも一緒に流行ったけど、そういうエキゾチカルなさ、うん、そういうのを細野さんはあのコンピューターでアレンジしてみたいっちゅう始まりがそういうきっかけやったけど、まあこれも受け売りやけど、その時代はまだテクノとかニューウェーブとかパンクロックとかそういうのがちょっと6ヶ月ぐらいまだ前でさ、アルファレコードはフュージョンっちゅう言葉しかそれに呼ぶ言葉がなかった。なるほど。それでフュージョンとして出たけれど、ジャケットもちょっとあの少しあの地味なね、そうですそうです、ああいうもうデンと、やっぱびっくりしたのはソリッドステートサバイバーのジャケットはね、マスキタさんのやつはね。で、あのとにかくそれはまだ僕らは11月に78年デビューやけど、その YMO はもう3月か4月にはデビューしてたね。そうですね。で2枚目を作るがソリッドステートサバイバーになる。で12月になってYMO がすごい面白い動きがみんながあの噂が立ち出してさ、それで六本木にあるピットインというジャズクラブであのコンベンションっていうんだけど、あの業界の人たちにお披露目 の, あのお見知りおきよちゅうそのことも含めたような集まりで 2days あの計画が12月の20と22へで、21は矢野明子ちゃんのフィーチャーした矢野明子の日で、1日目と3日目は YMO やった。それも今分かったこと。今はもうパソコンで ね, 情報がね、そういうねみんなあのマニアがさこと細かく調べて、たまたまそういうの 見とったから、ああそうやったんかっていう感じやけど、僕はあのレコーディング中に細野さんに会いに行った時に こんにちはって言って紀ノ国屋に行ったけど、ライブはもう終わっとったんよ。で俺はレコーディング中やったから、あの一段落して行こうって言ったらもうライブに間に合わなくって、で楽屋で会うて、ほんでなんかね、お相川くんって言ってから、なんか細いねとか、なんかあのなんちゅうのかな、そういう細野さんそういう人なんよね。初めての会った時でしょ。初めてだったんよその時。俺はもう大ファンやし、もうそういうことを言うて、あの会えて嬉しいみたいなことを言うたら、確かもうその時言うたかな、もう聞きもせんのによ、ギターで入ってくれないピットインの時にっていう感じで、確かもうその時に言われたと思う。まあもう喜んでっていう感じで、でそのバンドはね渡辺和美さんがおるんよ、ギターに。とんでもないもうスーパーギタリストよ。ほいで今になって聞いてみるとすごいギター弾きよっちゃ、最初のアメリカツアーなんかは YMO よりも渡辺和美のギターの方がもう飛び抜けとってさ、中下な部分もあったりするぐらいで、そういう人がおるのに
呼んで誘ってくれるっちゃもう光栄なことやねんち。で、あの後日リハーサルをやるみたいなことを言ったのかな、うん、それでまた戻ってレコーディングしよったらリハーサルの日が連絡が来て、で俺はあの割と近い赤坂のスタジオで、僕らはエルボンレコード中永田町中あの政治あの、はい、国会議事堂のすごい近くやった。で赤坂のスタジオまで行く中のにちょっとかっこつけないかんと思って、あのラモンズのジョニー・ラモンがさ、あのフォレストヒル中クイーンズから CBGB まで地下鉄に乗って行き寄る時の写真をボブ・グルエン中カメラマンが写しとる時にこう買い物バッグに入れてさ、あの普通のねデパートやらであのもらうような紙袋や、紙袋、うん、ギターガンチ入れとるのがいや、 やっぱパンクらしいっていうか、そういうの大事なんよね、はい、自分らこういう感じだぜっていう時こうケースからさこうするんじゃなくてガッとも掴んでバーンとやる、もうそれすごい素敵やったし、あ真似しちゃおうと思ってからね、あのカメンバッグ入れて、俺のその時はテレキャスやった、はいはいはい、レコーディングで使いよったテレキャスを一本突っ込んで、でスタジオ行ったよね。そしたら案の定みんなあの笑うわけ、面白いねとかすごいねで、あ受けたと思ってさ一応受け狙いでやっとるから、あの、まあ、素敵な人と思ったよ。そういうけそんな風にしてあの面白がってくれるっていうのはね、多分そこでなんかその3曲ぐらい僕ゲストでやるけ、何をやろうか改革みたいなあの YMO の3人と僕とでもうスタジオの中でこうでサティスファクションをあの聞いてくれとったんよ、うんうんうん、コステロの時に、はいはい、で僕らがディーボ中、うんうん、その頃やっぱりもう旗持ちよ ね、 ねニューウェーブの旗持ち機種やったけど、うん、そのディーボのやつに僕らも影響受けてディーボ風に演奏しよるのを、うん、もう口で言うてくれとったのかな、うんうんうん、そっけああサティスファクションいいねってなって、うん、でカモンを俺たちはレコーディングしに、そもそも言えばロケッツはカモンをレコーディング1曲するために上京したとこから始まっとるし、カモンをやりたいって言ったらうんカモンとか言ってさ、うん、紙にこう書いてね、カムオンチカカンでシーチョンモンチ書いてなるほどカモン、うんうんうん、それからもうまたそこで細野さんがいちいちかっこいいなとか思ってさ、はい、でもう1曲なんかないっちなったらデートリッパーをやりたいち言うたのは幸宏なんよ。へえ、デートリッパーならもう俺のもう生涯のあの始まりの1曲目はデートリッパーよ。チコ川の土手の近くの農家の2階でさ、名前も知らんやつが3人おってさ、で知り合いやったドラムが僕を連れてってバンドの練習見せちゃるっちゅうて行った時に、最初ギター弾けるち言われたんよ。ちょこっとなら弾けるかもち言うたら、デートリッパー弾けるかちゅうんよ。弾けるよちゅう、デートリッパーぐらいなら大体わかるっちゅうて、でいきなり1曲目やったのがデートリッパーやった。そういう思い出もあってぐるぐるうち頭回って、でデートリッパーあのよし3曲ちゅう感じで、もうその日軽く合わせたかな。へー、そこでもうそのソリッドステートサバイバーのあれが始まったわけね。なるほど。ビッグマウスインタビュー、ビッグマウスインタビュー。